ですね、まず前週からやってるのは、うん、Facebook の包囲網っていうのが深まっ、まあ、強く、強力になってるという話をしたいんですけれども、例えばこれは日経新聞の、10月末の、記事なんですけれども、アメリカ紙のワシントンポストでは、ザッカーバーグ CEO が、まあ、ベトナム共産党の要請に応じて、反対派の投稿を制限すると判断、まあ、そのフェイスブックがこう恣意的な判断を、しているということですね。それからアメリカ紙のニューヨークタイムズが、まあ、今年当初、年当初の、アメリカ議会の選挙事件の動きをしていながら対策に遅れて出ていたこと、それからアメリカの CNN では、フェイスブックが、まあ、人身売買に悪用されていたことを知っていながら、未解決、であったという問題、それから、まあ、インドでのヘイトスピーチや誤情報の対策には偏りがあったこと、イギリス紙フィナンシャルタイムズではアラビア語の方言など英語以外の言語や、ヘイトスピーチの検知機能が、まあ、不十分だったと、まあ、これプライバシーであったりとか、あるいは政治的な取り組みというところで、Facebook の、まあ、行動に関して、まあ、いろいろなこう、包囲網が引かれていると、この背景にあるのは何だろうかということを、まあ、考えてみたいんですけど、私の個人的な、まあ、憶測としては、やっぱりこれを背景にこう、まあ、Facebook がこう通貨、電子通貨に、まあ、参入しようとしていることっていう、これが、まあ、いろんな圧力、エスタブリッシュメントとの圧力の背景にあるのではないかというような、視点でちょっと見てみたいと思います。Facebook のリブラ構想の行方としては、まあ、Facebook 自身がこう改名してメタ、それから リブラっていう、名前も、まあ、リブラっていう、まあ、電子通貨の名前も、DM と、変えていると。まあ、こういうものを、まあ、戦略的撤退と見るか、あるいは、まあ、攻撃的姿勢と見るか、これが、まあ、分け目になると思うんですけれども、先ほど言った、まあ、Facebook 包囲網としては、各国政府だけじゃなしに、例えば皆さんが、のうちの何人か使っているような、この iPhone の、OS でいうと、iOS14 から、アプリを横断した、まあ、利用者の行動履歴の補足が困難になり、そのために、まあ、Facebook が、個人の思考に合わせた広告配信が困難になっているという、こういわゆる Apple 規制、というものも含めて、まあ、プライバシーを、まあ、利用することによって、こう、利益を得てきた、まあ、Facebook のビジネスモデルっていうのが、危機に陥っているということ、それから背景には、まあ、G7、まあ、リブラに対して、まあ、G7 の中央銀行のデジタル通貨、それから、まあ、デジタル人民元というふうなその関係での、デジタル通貨の波及をめぐるこう争いということが、あるかと思います。ちょっとこの、デジタル G7 デジタル、中央銀行のデジタル通貨対リブラ、それから人民元、デジタル人民元の関係については、来週ちょっとお話ししたいと思います。で、ここからどういうことをお話しするかといいますと、そうですね、まあ、テスラ、それからアマゾンも、衛星打ち上げに、まあ、成功するということを聞いておりますけれども、宇宙、それから、まあ、テスラのペイパル、それからこうフェイスブックの、通貨、核融合のような、まあ、新エネルギー、そして自動運転と、まあ、これをリードする、まあ、GAFA、まあ、フェイスブックの F がなくなるので、まあ、メタになるのか、あるいは、まあ、どういう企業を選ぶのかっていうのは、こう、ちょっと、差があるんですけれども、まあ、私たちは、まあ、GAFA とテスラっていうのは、ちょっとこの、得意な企業ではないかというふうに思います。で、今日はもう、なんていうか、この GAFA とかテスラの、こう、財務分析というのを、例えば皆さんしてみたとすると、非常に、こう、好調な業績、というのを反映しているということになると思います。まあ、数字から言うと、こう、真っ黒な、こう、財務諸表っていうのが出てきて、まあ、だから、これを見てなんだって言えるようなものはあんまり出てこないと思うんですけれども、こういうところで、まあ、彼らの思考のエッセンスっていうものは何なのかっていうこと、そういうことをこう探ってみたいというふうに思います。これで、私が注目する記事は、GAFA の GAFA プラス T、テスラの、創業者がお勧めする SF 作品ということをちょっと今日ご紹介したいと思います。皆さん、こう、Google でこの Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe and Everything っていうのを入力したことある人います？ない。でしたらちょっと今入力してもらえませんか？ Google を開いて、Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe and Everything 入力したら何が出てくるでしょう？
あるいは日本語で究極の、生これね、まあ、日本語訳で生命宇宙そして万物についての究極の質問に対する答えでも同じ答えが出てくるんですけれども、電卓の画面とともに42っていうのが出てきますけれども、これの意味をもし分かる人がいたら相当まあ、結構かなりセンスがいいってことになるんですけれども、分かる人います？アンサー、Google によると生命、宇宙そして神羅その万物についての究極の質問に対する答えは42であると。これ想像つく人いますかね、うん。あるいはだから逆に言うと、これがこの Google のまあちょっと裏設定的なネタなんですけれども、まあ皆さんが普段使っている Google って実はこういう裏ネタが結構たまにあるんですけれども、これはちょっとしたウィットないし、まああれなんですけれども、実はこれがそのこれから紹介するまあ SF 小説の世界ということになります。あるいはまあこの Google でこの答え、この質問をしてこう42が出てくるってことを知らないような、そうしたまあガーファ論というのは、いくらその各どの分野でどの企業どの Google が進出しているかとか企業戦略みたいなところで話してても、全くこれそのこういうことがわからないとこう拉致が開かないんじゃないかっていうふうにすら私は思ってしまいます。でまずこうしたこうガーファで、ガーファと SF ですね。これから言うと、まあ、今日のテーマはこのことについてちょっと前半ちょっと手間取りましたので話したいと思いますけれども、 SF って皆さん読みますかね。今趣味で結構こう電子書籍小説読むっていう人でも、最近はこう推理小説ミステリーっていう方が多いんじゃないでしょうか。この本、まあたまにある本屋さん行っても SF っていうコーナーそのものはすでになくて、推理小説、昔はこう私が若い頃っていうか、その10代20代っていうのは純文学、あるいはその純文学歴史小説時代小説っていうのがあって、推理 SF っていうふうにあったんですけれども、今は SF ってすっかりこう日本では影が薄いジャンルになってしまったんですが、これ実はこれは非常にこう重要な分野だと思っています。最近日曜のテレビでこう日本沈没とかのドラマ化されてますけれども、あれが日本沈没が出版されたのは1971年ですかね。ちょうどこう高度成長期の頃に、まあ、このままで日本が滅ぶんじゃないか、沈没するという、まあ、大胆なテーゼでまあ書いた小説ですけれども、その頃っていうのは、まあ、日本の SF っていうのはこう世界の最先端を走っていたんですけれども、なんか今ではこうちょっと見る限りがない、逆にも中国の SF 小説の方が注目されているということになりますけれども、まずスティーブ・ジョブズ、これはアップルの創業者なんですけれども、彼がおすすめ SF というのはこの1984年っていうですね、1984下のところ YouTube、Apple、1984、スーパーボールコマーシャルのところで、この下の YouTube のやつを YouTube をちょっとこう見てみてください。これ見れましたっけね。ですね、ちょっとこれの解説をします。まず1984っていうのがどういう小説かっていうと、まあ、これは最近、着目されている小説のですので、まあ、聞いたことがあるかもしれませんけれども、おそらく未来社会っていうところで、ビッグブラザーっていう、まあ、最強のコンピューターっていうのは人々のこう思想を管理しているそういう社会、のことを描いた、まあ、ジョージ・オーウェルのディストピア小説ですね。で、これがこうジョブスのこうおすすめの本というのはどういうことかというと、それが1980年スーパーボールっていうのはアメリカの、まあ、一番大きな年間のスポーツ祭典なんですけれども、そこでこう、まあ、そのスポンサーするのにも大きな金がかかるんですけれども、その時に、ジョブスはそれまで IBM のこうPC 支配に対してこう反旗を翻すと、いうことをイメージしたわけです。
でそれでこの IBM PC の、対抗馬としてこうマッキントッシュ、という、まあ、今は、マッキントッシュって言葉使わないですけど、84年からこう90年代っていうのはこう、ま、アップルの、パソコンっていうのはマッキントッシュっていう、名前でこう売り出してたというブランド名だったんですけれども、これを、まあ、1分半の1分のビデオ、CM ビデオの中で、ビッグブラザー率いるこう何ていうか体制派に対してこう体制派のこう屈強な、男たちに対して、アップルがイメージするこう女性っていうのがこう、切り込んでいくと、これが一種のこうコーポレートイメージ、だったんですね。その1980年代から、90年代っていうのは、まあ、武骨な IBM に対して、まあ、スタイリッシュなマッキントッシュということで、まあ、それがその後そのジョブズの一時的なこう離脱の中でこうしたこう反、IBM 姿勢というのが薄くなったりとか、あるいはもうアップル自身がそういう体制派になったんじゃないかとか、そういうふうに描かれたものなわけです。イーロン・マスク、なんていうかこの事業を受けている人も最初の事業の時にイーロン・マスクの話をした非常にこうなんか人気が高かった人ですよね。いや本当に面白い経営者だと思うんですけれども、彼が最初 の一押しっていうのがこの銀河ヒッチハイクガイド、というものですね。これがまあ一番最初に挙げた、Answer to the ultimate question of life, the universe and everything っていう、クエスチョンの答えなんですけれども、まあ、これは中身を想像、まあ、これも、映画版の、トレーラーっていうその CM ですね。これも非常に面白い作品です。私の好きな SF の中でもこう5番目ぐらいには必ず入ってくる小説ですね。というのはまあこの、主人公のアーサー・デントというのが、アーサー・デントイギリス人がこう、まあ、家の立ち退きを迫られるんですけど、その時にちょうど地球がなくなってしまうと、そしてまあ銀河をこうヒッチハイクするという話なんですが、まあこのシリーズは6作あるんですけれども、シリーズ全体として、宇宙の秘密とは何かということをこう探っていく、そんな小説です。です、まあ、ちょっと Google でこれを入れたら42が出てくるというのは、その究極の答えというのがこう42であるということが、まあ、この本に出てきます。なぜ42なのかということに関しては、まあ、アンサイクロペディアなどでもこういろんな説が出てますので、参考にしてください。もう一つ進めてるの、イーロン・マスクが進めてるのは、アイザック・アシモフのこうファウンデーション、という作品ですね。うん、これはまあ、非常に王道、オーソドックスな、宇宙帝国の問題、話なんですけれども、これもまあ、これはまあ、これも映画化されたんですかね。見てください。あとは、まあ、月は無慈悲な夜の女王、というハインラインの、小説なんですけれども、これは地球と月との関係を描いた作品で、でまあここから見てみると、うん、イーロン・マスクっていうのは、鉄と鉄尾、まあ宇宙志向っていうことがまあ言えるかなと思います。ですのでこう何て言うんですかね。ガーファっていうことに対して、ガーファプラス、まあ、テスラプラステスラっていうふうに、まあ、私はもうガーファプラス T で、通したいと思うんですけれども、2つのまあ異なるイメージがあります。1つは、まあ、先進的でスマートな企業っていうイメージですよね。例えばその検索っていうことを、まあ、マネタイズ、企業化したまあ Google であったりとか、次々と新しい商品形態を、まあ、ブランドを生み出していく Apple、それから、まあ、SNS で、まあ、そこで、まあ、確固たる地位を築いた Facebook、かつ、まあ、インターネット通販というところで、独占的な地位を築いた、まあ、Amazon というところが非常に多く先進的で革新的な
企業と、まあ、ビッグビジネス、あの、まあ、これはもう、ビッグビジネスで、例えばあのテスラ の株式総額 1社が、自動車産業2位から9位の、企業を達成する時価総額よりも大きな、企業になっていて、毎年巨額 の, こうあの投資をする、まあこれをどう見るかということですね。でもう一つのイメージというのがあるとすると、独占的な、まあ、あの営利企業、例えばフェイスブックでいうと、まあ、その営利のために、プライバ人にあの入手したプライバシーっていうのをマネタイズすると、あるいは、まあ発展途上諸国ではあのお金、そのどちら の, その体制お金次第で、体制側のこう SNS をストップしたりとか反体制をストップしたりとか、そういうことをやったりと、あるいはアマゾンというのはもう独占禁止法ギリギリのところで、中小の小売業というのを、まあ自由勝手にこう扱っているんじゃないかと、こういうこう2つの対立するイメージというのが、まあ、あるんじゃないかと思うんですけれども、まあそれぞれ、まあ、当たってるところは、まあ、あるんじゃないかとは当然思うんですけれども、そこから、まあ、第三の視点として、ビジョンと、いうことが、まあ、やっぱり あっての、これらのこの GAFA プラス T というのが抜きん出た企業になった、まあ、市場に大きな要因ではないかというふうに思います。じゃあそのビジョンを見ることが、結局そのこうした方、GAFA を見る視点であり、あるいは、GAFA プラス T というのが経済、まあ、世界経済、国際経済、日本経済、アメリカ経済において大きなポジションを占める場合の経済を見るポイントになってくるんではないかということであります。でその場合の、T の場合は明らかに宇宙ですね。宇宙思考で、まあ結局その宇宙っていうのが、宇宙っていうのがお金になるかと、お金になるかどうかっていう、まあ、まだ現時点では全くわからない、状態で、本当にそれはそのお金持ちのための、お金持ちが、宇宙に行ったっていうことをこう観光のために使うのかどうかっていうとですね、そこに本当にこう現実的な価値はあるのかっていう、そこら辺がこう、ポイントになってくるかと思います。で次は、まあ、マーク・ザッカーバーグの場合ですね。マーク・ザッカーバーグは、まあ、私は、個人的に好みの、企業家ではあるんですけれども、彼が進めているのはこんなSF ですね。エンダーのゲーム、というの、これも YouTube で映画 の予告編が出てますので見てもらいたいんですけれども、ちょっとこれは要約した方がいいんですけれども、エンダーのゲームっていうのは、まあ、2度ほど、宇宙人にこう侵略された後の地球っていう話なんですけれども、そこでは、子供を育成、子供を産むことに関する抑止政策っていうのが取られていて、一人の夫婦に対して2人までの子供しか、許されていないんですけれども、この、敵に対して戦う能力が、まあ、そのある家庭の第一と第二子、男児と女子の場合非常に高いということで、特別に3番目の子供を作ることが許された、そういう家庭 その3人目の息子の物語なんです。それがエリート学校で育成されて、まあ戦争に向かうと、その葛藤を描いたドラマで、これはまあ一種こうザッカーバーグという孤独な天才がこうそれにこう熱狂するって、まあ確かにあり得る話かなと思うんですけれども、おそらく多分このエンダーのゲームっていうのはエヴァンゲリオン の元ネタの一つではないかというふうにも言われていますね。そうですね、例えばその3人目の子供というところ、サードチルドレンという概念であったりとか、あるいはすで、に2度、地球がまあ壊滅的な打撃を受けたっていうところであって、そのいわゆるこうなんていうんですか、サードインパクト論であったりとか、そういうのがこう結構エンダーのゲーム、エヴァンゲリオンっていうのはこのエンダーのゲーム、から影響を受けてるんじゃないかっていうのが、まあしばしばサークルでは言われているところです。ですので、日本、まあガンダムも、先ほどのそのハインラインの、
宇宙の戦士という、まあ、モビルスーツが出てくる話があるんですけれども、まあ、ガンダムエヴァンゲリオンでいうと、まあ、日本のロボットアニメ の, こうあの本流のような感じがしますけれど、かなりオリジナルなものだという感じが、しますけど、実は結構アメリカの SF に影響を受けているというところが あるかと思いますですね。まあ、この、世界観ですね、このエンダーのゲーム、そういうのとこが今 Facebook がこうザッカーバーグが最初 SNS から始まって、それから通貨ということにこうシフトしようとしているところ、そういうような鋭さということを内蔵しているところがあるんじゃないかと思います。そしてジェフ・ベソスですね。ジェフ・ベソスに関しては、彼が好きな小説、おすすめの小説は、デューンという砂の惑星で、今映画がちょうどこう封切られている、ところですね。このデューンの映画版というのは、映像そのものはこう IMAX の、デジタル技術を前提にした、撮影の仕方をしているので、非常にこう IMAX と、の映像スクリーンと、相性がいいと。特にこう池袋大阪の特別のソン IMAX のスクリーンでは、非常にこう迫力のある画面が見えるというふうに言えます。私が今日言いたいことは、皆様もちょっとぜひ SF を読んでもらいたいというのが、こう勧誘するというのが私の言いたいことの大まかなところなんですけれども、やっぱりちょっと そういうビジョン、ビジョン、世界観、そういうことがこうなんていう、まあ、私は、当年大体ガーファの創業者の人たちと世代があるんですけど、そういう一種なんか1980年代前後の、SF とか、あるいはこうインターネットに対するそういう、こう肯定的な意識っていうんですかね、それがこう世界を切り開くというそういうイメージを共有していただいた方が、彼らの発想がちょっと分かりやすいんではないかというふうに、思う次第です。ですね。三体という中国 SF が、話題になってますけれども、私の考えではそのヘジェモニーってじゃあ何だろうかと、覇権です。ヘジェモニー、覇権、で突き詰めて言うと、国際政治経済が国際 IR で言うと、突き詰めて言うと IR、 国際関係論理論ではその、覇権というのは軍事力、を意味するんですけれども、もっと多様なこう考え方が あると思います。それはないという人のジョセフ・ナイ、アーミテージ・ナイ・レポートという、こうアーミテージ、これちょっと、アーミテージ、共和党の、対日政策の立案者であるアーミテージと、民主党の、対日政策の、担当者である、ナイが、共同で、ナイ・アーミテージ・レポートっていうのを、いくつかの周期で出してるんですけれども、大体これでこう日本をどう統治するかっていうのが決まっていると言われている本なんですけれども、このナイという人は、ジョセフ・ナイというハーバード大学教授ですけれども、ハードパワー、ソフトパワーで、覇権っていう、覇権とか、国際関係による力っていうのは、単にこうハードパワー、軍事力とか、経済がどっちに、ハードパワー、ソフトパワーどっちかわかりませんけれども、ソフトパワーというような文化、それから価値観、こういったものが重要であり、アメリカは依然としてこうハードソフトパワーにおいて優位を保っているという議論が、ないの、ソフトパワー論というのがあるんですけれども、そういったところでの総合的、その理解でも別にいいんですけれども、そういうヘジェモニーっていうのは単純にこう軍事力、経済力だけでなしにこう文化も含む力であるというふうに言った場合にも、
まあ、これを SF、このところで言うと、あの平和に言うと、まあ、大まかに言うとイギリスから英仏から、アメリカ、まあアメリカ、そしてまあ中国かなということですね。でこの頃においては SF においてはイギリスにおいては H.G. ウェルズ、フランスにおいては、そうですね、ジェーヌベルヌですかね。ちょっと待って。19世紀末から20世紀初頭においては、まあ、イギリスとフランスの SF っていうのが、まあ、一番先進的な SF で、あったんですけれども、そこから、まあさらにこう、戦後になると徐々にこうイギリスからアメリカに、SF の、まあ、一番面白い SF、まあ、私が理解する限りですけれども、面白い SF っていうのがこう移っていくと、例えば、それが、まあ、イギリス、ボネガット、それからまあディックのですね。でまあイギリスにおいては、まあ先ほど言ったアダムス、ダグラス・アダムスがいたんですけど、まあそういうアメリカからちょっとこう日本に来たのが、まあ、あの小松左京。星新一、それから、まあ、あの筒井康隆などですね。まあ、星新一とか筒井康隆は、まあ、その SF 作家というよりももっと個別の、ショートショート作家、それから、まあ何ていうか、独特のこう筒井世界ということで有名かもしれませんけど、まあ、70年代においてはこの、日本 SF というものですね。これがまあ交流したわけなんですけど、これがまあ徐々に衰退していくと。でまあほぼ、まあ、本屋の棚からこうコーナーがこうなくされていくというところになってきて、今むしろ注目が浮いているのは中国 SF ですね。まあ、3体が一番売れてるんですかね。他にも、まあ神の動物園、剣竜などですね。ですので、まあ確かに3体読んでみた時にはやっぱそのすごいこう3体問題っていう、こう数学上の問題があるんですけど、そのまあ数学、その科学小説、あくまでも科学小説であるし、アイデアもあるし、こう構想が雄大だっていうところもありますので、何ていうかこうこの3体に負けないようなこう日本 SF っていうのが出てこないと、まあいけないなというふうに、そういうふうに思う次第です。ところですね。うん、ですので、まあ今日ご紹介したものの中でちょっとこうこれは面白そうだなと思うものがあったら、ぜひ、読んでみて、くださいということぐらいしか差し当たりは言えないんですけれども、こうした、まあ、世界の見方というものが進化していって、その最先端をこうガーファプラステスラ、というのが走っていると、それは単にそのまあアニアレポートだけではこう分からないような世界っていうのがこうあるんじゃないかっていう、そういうふうな気持ちで、まあ、解説を進めているという感じですね。ですので、まあ、ちょっとそういう話です。まあ、で1冊でも2冊でも読んでもらったら幸いです。次は、もう見えてないですけれども、企業分析論ということで、まあ、実際に企業を調べてみるということも、大事じゃないかということで、
まあ、ご紹介してやりたいと思いますけれども、まあこれ順番ステップバイステップでやっていくということで、まあ、ちょっとあらかじめ言っておくと、そんなに本格的な分析論のアプローチではないんですけれども、私が自分自身がこう産業研究してますので、私の場合はそのアメリカとイギリスの航空宇宙企業、航空宇宙産業を研究してるんですけど、その時にそのプロセスで大体こんな風にこう、やってるよっていうようなことを皆さんにご紹介して、まあ皆さんもちょっとずつやってみてもらったら、まあできるようになるんじゃないかなっていうことをこうご紹介するのみです。その、調査目的というのは、皆さんがこう例えば就活するときにこう役立ったりとか、あるいはまあもし企業入られた場合だったら、まあ他の国の企業と取引したりした場合に差し当たりどういうところでこう調べるのかとか、まあもちろんいろんなこうアカデミアでもアカデミア、それからまあ実業界でこう企業調査のこうメソッドっていろいろあると思うんですけれども、まあ私なりのやり方、特にそのどちらかというとまあイージーなやり方っていうことをまあお伝えしたいと思います。で一緒に調べて、まあそれぞれ一緒に調べてみて、こういうふうにやっていこうっていうことをこう相談するような形にしていきたいと思います。あるいはまあ他の目的としては、自分自身がこう投資をしてみたい、株式投資をしてまあ資産形成したいということでもいいかと思います。まあ、多分僕も何でも一度ちょっとだけしたんですけれども、別に営利目的とか営利目的とかではなくて、やっぱり自分で1000ドル用意してアメリカ企業に投資してみると、どういう企業がこう伸びるかっていうことに関して、まあ関心を持って臨めるというところがあるかもしれません。まず、調べたい企業、皆さんにちょっと、まあ、考えてきてもらえるようにちょっとお願いしたんですけど、ちょっと考えてみて、これ別に今は決めなくてもいいんですけれども、で、それで Hoover's っていう、こう、企業調査の、こう、サイト、無料のサイトがありますので、これで、調べてみてください。もちろん経済学部の図書室にはオービスなど、企業調査、企業情報のデータベースっていうのが、たくさん、まあ、素晴らしいデータベースが入ってますので、そういうことで調べてもらっても結構です。このサイト、これクリックできますかね。クリックしてちょっと見てもらえますかね。D&B Hoover's っていうのが出てくると思うんですけれども、まずここまでいけたでしょうか。で、ごく単純に DUN、ブラッド&ストリートというところなんですけど、スモールビジネス、ファイナンス、セールス&マーケティング、サードパーティーリスクで、まあ、とりあえずそのサーチ、まん丸の、一番真ん中にあるそのサーチカンパニーズ、コンテンツ、インダストリーというところで、を押すと、まあ、サーチヒアって出ますので、まあ、ボーイングと入れています。BOEING ですね。トップリザルトインカンパニープロファイルで、そのボーイングという名前がついている会社については、いくつかの会社があって、ザ・ボーイングカンパニー、ザ・ボーイングディストリビューションサービスインク、ボーイングディストリビューションインク、ボーイングサテライトシステムなどありますけど、まあ一番本体であるこうボーイングをクリックすると、でそうするとこうカンパニープロファイルというのが出てきまして、Doing business as Boeing、 ボーイングという名前でこう経営していると、ウェブサイト、それからアドレス、電話番号、カンパニーディスクリプションという、まあ、ここら辺でも重要なことですね。キープリンシパルズ、キープリンシパル、インダストリーということで何をしているか、ランキングで何位になる、フォーチュンランキングでまあ54位と、まあ、ビッグビジネスですね。で左側のところで、フィナンシャルステートメンツ、クレジットレポート、トップコンペティターズ、カンパニースナップショット、リレーティッドカンパニーズ、アベイラブルコントラクト、インダストリーインフォメーションというところまで、出てくると思います。で、まあ、これそれぞれこう重要な情報があるんですけれども、2番目のトップコンペティターズってやつをクリックしてみてください。カンパニープロファイルですね。のロッキード・マーチン・コーポレーション、ノースロップ・グラマン・コーポレーション、アイアバス・スイーというのが、まあ、キーコンペティターであるということですね。まずここまで、やってみましょうか。で、まあ、この企業の、このデータベース、このデータベース、そのサイトでいうと、まあ、アメリカの企業しか、基本的にはこう、収集してないので、まあ、これ、アメリカの企業で調べてみてください。
ですね。ちょっとじゃあ自分の関心のある企業で調べてみてください。まあ、別に、まあ大体どこのサイトも似たようなことやってるので、日本の企業の場合であったら、まあ日経ニーズ、などで、企業情報のやつでやれば、まあ似たような、ことが出てくるんじゃないかと思います。まあ、この、サイトはご紹介したので、まあまず取っかかりが、できたと思いますので、まあ、来週以降次のステップでは10年分の、BSP、バランスシートと、PL プロフィットロス、それとまあキャッシュフロー表を作るというところに進んでいきたいと思います。まあ、ちょっと皆さんやってみてくださいなとこですね。で今日はちょっとファーストステップということになります。それでは歴史編に入っていきたいと思いますけれども、カーネギーの鉄鋼業の独占過程ということになりますけれども、まあ、前回ちょっと回数飛びましたけれども、鉄道についてやったんですけど、次は鉄鋼についてお話ししたいんですが、アメリカの鉄鋼業の発展の要因としては、五大湖周辺の鉄鉱石、石炭などの広大な国内資源、それから鉄道を筆頭とする巨大な国内市場、そして供給サイドと、1供給サイドと2需要サイドを結びつける企業化活動と、でイギリスのマイルドドライビング、航路を長持ちさせる方法に対して、カーネギーがハードドライビング、大量の鉄炭と鉄鉱石を航路に投入し、航路の寿命は縮まるが、先鉄のトンあたりの資本費用を下げることができるを採用します。まあ、これもアンドリュー・カーネギーというのは、無一文からビリオネアになったという点では、アメリカの立志伝中の人物なんですけれども、もともとはスコットランドからの移民の息子で、13歳でスピナー、糸巻き工として働き、この当時、週休が1.2 ドル、成人口の週休が8ドルに対して、こう猛烈に働いたということで、低賃金で猛烈に働いたということになりますけれども、その後、そうですね、この電信会社というのはその当時においては、IT ビジネスみたいな形で非常にこう、先進的な産業だったと思うんですけれども、電信会社に転職し、メッセンジャーボーイ、メッセンジャーボーイの、の役割をして、ピッツバーグの有力者と知己になっていくと。そして1853年ピッツバーグ鉄道を入社し、副業で証券投資で巨富を得ると。そして1862年に橋の建設会社を設立し、クローマン・フィップス製鉄会社の設立にこう当たっていくことになります。このカーネギーの経営戦略というのは、安倍総先生によると、1、規模の経済、統合の経済、先鉄製造から成功工程、圧延工程を一貫して行うこと、2、コスト重視、2番手戦略として、開拓者的な仕事は引き合わないとして、他企業が開発実施上化した方法を採用し、大規模にその方法を、その技術を導入し、コストダウンを図ると。これは、ベッセマー法という、鋼を作る方法に対する投資のように、端的にあられるように、そういうふうにしていると。4、不況時の買収作戦。そして5、高い収益性により内部金融が可能と。これはハワード・ヒューズの時も出てきたんですけれども、こういう産業企業というのは儲かっている場合だと、基本的に銀行の融資に頼らず、もし銀行に融資を頼るとその分だけ利子を、払わなければならないので、内部留保から儲かったお金の中から、再投資するということをするので、ここでの銀行との対立というのが、カーネギーの、基本的な銀行との関係性の問題になるわけですね。1873年恐慌から92年までは鉄鋼プール、鉄道プールの話はしたと、しまったと思いますけど、鉄鋼でもプールというものが作られます。1880年前独占が進行し、12社に統合され、アメリカの鉄鋼業とは12社に統合されます。
この12社がアメリカの成功能力の 50% 以上を占めまして、国内の鉄道建設を中心に発展します。そしてその過剰生産から1887年に鋼レールの系が形成され、有名なレール製造会社13社が加盟すると。これは全米の生産能力の 90% 以上がこの鉄鋼プール、鋼レールに組織されることになります。会社の生産量前年度の生産実績に基づいて割り当てし、そのうちの最高はカーネギーの 13.5% と。ちょっとここら辺がこれを分析は御殿光先生の分析から、見たんですけれども、安倍津夫先生の経営史から見るとそういうカルテルにカーネギーが参加しなかったという分析もあるんですけど、これはケースバイケースだったんじゃないかと思います。主要鉄鋼会社は、イリノイ製鋼、カーネギー製鋼、ペンシルバニア、ペンシルバニア鉄道から、後注文、ラカワナ製鋼会社などということですね。で、そして92年頃から、金融機関と産業の癒着が発生します。1893年恐慌から農業生産、鉄道建設が停滞し、鉄鋼市況が崩壊し、ヨーロッパ投資家の投資が引き上げられます。ですからこういう関係っていうのは企業と、この講義の主眼は特に企業と銀行の関係ってどうなってるのかっていうことがかなりメインのテーマなんですけれども、大体この企業と銀行の関係っていうのは、公共の時っていうのは相対的な自立現象、が起こって、企業っていうのは自己金融、自らの利益、自ら上がっているその利益に基づいて投資するという仕組みが、あるし、その場合においては銀行に利子を払うぐらいだったら自分の自己、内部留保でやりたい、例えばカーネギーのですね。この時っていうのは企業っていうのはもうすでに銀行から自立したんではないか、あるいは銀行で借りるよりも、より効率的な資金調達っていうのを株式市場、支え市場でできるんじゃないかっていう、そういう現象が生まれるんですけれども、問題になるのは不況の時ですね。差し当たり先ほどの企業分析で10年分見ましょうと、大抵そうですね、先ほどの、企業情報サイトとか、他のサイトでも大抵3年分しか出てない場合が多いんですよね。3年分、今2021年だとすると、2018、2019、2020、3年間の数字が財務情報のデータが出てる場合が多いんですけれども、やっぱりまず10年分見ましょうというふうなのがおすすめするんですけど、なぜかというと大体アメリカの経済って10年に1回ぐらいのペースで、良くなったり悪くなったりすると、でもちろんその大変動としてはコロナ前コロナになってから前後では非常に大きな変動があるので、ちょっと見にくいっていうのがあったりとか、あるいは2008年のリーマンショックの前後というところで非常に大きな断層があるので、それはどの企業でも出てくるんですけれども、ちょっとそれも、そもそもアメリカの経済の場合は、これまでにおいては10年見てみたら、大体いい時と悪い時と両方見えるというところがあります。で、問題になるのはこの1893年のリセッション。恐慌と呼んだりリセッションとしたり、人によってはちょっと違いますが、不況になったということですね。鋼レールの年間生産高、が恐慌前により半減する。鉄鋼製品価格が大きく下落する。カーネギーが大量生産能力の威力により、プール内の弱小企業を次々と倒産させ、レール部門から脱落させる。東部地域のレール生産者に対する値下げ攻勢、そしてペンシルバニア製鋼の倒産、ベツレヘム製鋼のレール生産停止、カーネギー、東部のレール生産を独占し、西部に進出すると。ですね、この企業、この講義のポイントは、企業と銀行ということと、2番目には、
独占とハントラストと。で、まあ、例えば、まあ、先ほど言ったそのガーファプラステスラっていうのについても、企業でも敵はいないんですけれども、まあ、その各分野に検索なら Google、それからインターネット通販ではその Amazon、というふうに、まあ、それぞれの分野で、独占的な地位を築いているんですけれども、彼らが恐れているのはこう反トラスト法なんですね、アメリカの場合は。アメリカの、少々の反トラスト政策。例えば、まあ、これから見るところで、あのスタンダードオイル、石油の展開を見る場合でも、まあ、スタンダードオイルっていうのは、反独占、反トラスト法によって、まあ会社を分割させられるんですけれども、こういったこうアメリカ独特のメカニズムということについてこう見ていきたいと。ですので、まあ、反トラスト国家ですね。企業と1、企業と銀行に、独占と反トラ、独占反トラストの問題、ということを、これを、まあ19世紀後半から20世紀初頭と、現代のガーファっていうところで、まあ、見ていくというのが、講義の、まあ、後半、まあ今までも見てきたし、これからもっと本格的に見ていくこうというところになります。カーネギーは国内の鉄道資産分野をほぼ独占しますし、成功部門における支配的地位も確立します。で、地域強化のため鉄鉱石資源の保有、自社鉄道線の拡張、まあ、カーネギー自身がこう地位の強化のために鉄鉱石資源の保有と、それから鉄道会社と、まず、まあ、19世紀後半から20世紀初頭の、まあ、アメリカ経営史、経済史を見る視点というのは、こう、鉄道業における、独占の進行と、鉄鋼業における独占の進行、銀行業における、独占進行、これが、まあ、どういう関係で進んだのかと。で、まあ、鉄道についてはすでにお話、解説しましたけど、今、鉄鋼について話してますけれども、この鉄道において、有効な地位を築くために、鉄鋼会社そのものが、鉄道に投資すると。これが、まあ、カーネギー、このカーネギーのこの投資なわけですね。鉄道、これは、まあ、どういうことかというと、鉄道と鉄鋼っていうのは、こう、産業連関で結びついておりまして、鉄道運賃で、まあ、鉄鋼、この鉄鋼、鉄道企業内の、競争、これを、まあ、カーネギーは利用しようとするわけですね。鉄道会社間の競争によりピッツバーグ地方の最大の利用者である鉄道利用者であるカーネギーは極めて安い運賃を獲得すると。で、まあ、鉄道会社自身もこう経営が、まあ、不景気に苦しいので、カーネギーの鉄鋼を、まあ、独占的にこう運ぶ、約束の代わりにこうディスカウントするという関係になります。で、ここのところで、まあ、鉄道と鉄鋼と銀行の関係っていうのが錯綜してくるのが、1898年の段階です。ウォールストリートの金融機関が、まあ、鉄鋼業に進出します。で、これは、まあ、次回以降にある、こう、モルガン・ファーストナショナルシティバンクと、ミューチュアル生命がカーネギーの構成で、倒産状態にあった、まあ、ミリノイ製鋼の会社を、まあ、再建します。というか、まあ、倒産状態にあった会社を、こう、資金を入れて、資金を投入して、再建して、まあ、それを経営権を握るということですね。そして1898年、同社を軸に、中核に鉄鋼山、鉄道、製鋼と5企業を結集させ、フェデラル、鉄道会社を創業する。1899年、さらに13の交換会社を合併させ、ナショナル製鋼会社を設立します。そして1900年にアメリカン協力会社が設立されます。つまり、まあ、モルガンは、まあ、
鉄鋼会社、鉄鋼業界内部に、これがまあカーネギーはこの鉄鋼業界全体をこう支配しようとするんですけど、その対抗馬、としてまあフェデラル政鋼というものを、対抗馬としてこう立てるという関係になるわけです。まあ、これは本当に激烈な過程だったんですけれども。じゃあなぜ金融機関が鉄鋼業に進出したのかという要因を3つ、郷先生の説明から抜き出しますけれども、金融集団内の諸機関によって、鉄道資材を供給を確保するために必要だったと、カーネギーによる鉄鋼業支配阻止を制覇を阻止し、鉄道業における利権を守ると。鉄道業成長が鈍化し、鉄鋼業では一般鉄鋼事業の可能性が広がっていたため、3、鉄鋼資材を媒介にして鉄鋼業にも金融的支配を確立し、さらにその他の重要産業部門にも金融的支配を拡大するという展望と。つまりまあこの時期において、こう鉄鋼と鉄道と鉄鋼というのはまあ最大のこう成長産業なんですけれども、これがまあさまざまな、もしカーネギーが、鉄鋼業界全体を支配してしまうと、このカーネギーが鉄道業に対しても影響力を、カーネギーが影響力を持ってしまうと、その鉄道業において、影響力を持っているこの、金融機関基本集団、モルガン集団、クンロプ集団のこう、力も、弱体化してしまうという懸念ですね。そして金融資本の、確立の画期としましては、このフェデラル政鋼、モルガン系のフェデラル政鋼が、モルガン等金融資産の勢力を基礎にして、レール等重量鋼材の受注販売に、カーネギーより、有利な立場に。モルガン主導で、ペンシルバニア鉄道会社ピッツバーグ地方の運賃改正に乗り出し、カーネギーに有利だった運賃協定を一方的に破棄すると。でこの頃になると、これは以前の講義でやったところですけど、銀行業界が銀行業界が鉄道業界に対して支配力を持つような段階にこの時期にはもうなっているということは説明しましたけれども、そうするとこうそれまで鉄道会社間の競争があったためにカーネギーに対しては割安運賃を結んでいた鉄道がペンシルバニア鉄道っていうのがそれを一方的に破棄すると、ないし鉄道会社が発注するレール等のレールとレールですね。この時に問題だったのはこのレール問題ですね。レールっていう新しいタイプのレールに対して、このペンシルフェデラル政鋼に受注させると。いうことをしたわけです。このモルガンのカーネギー包囲網っていうのは強まりまして、これは今イシュアル のフェイスブックに対するこう包囲網と結構似たところがあるんじゃないかと思うんですけれども、カーネギーというのは先鉄精錬圧延の一貫メーカーなんですけれども、さらにその先の二次圧延部門、レールだけじゃない二次圧延部門、パイプ建設用鋼材加工、ワイヤーなどこれをモルガン系が抑えてしまいます。
そうすると、まあ、あのカーネギー、要するにその、鉄を圧延して作って、それをさらにパイプにしたり、建設用の鋼材加工をしたり、こうワイヤーにするっていう、そこまでに、その川下まで、握らないとこれを販売できないんですけど、その、あの川下を抑えてしまうっていうのが、あのモルガンのこうやり方だったんですけど、これはまあその後こう、オイルショックですね、1970年オイルショックの時でも、原油生産そのものは OPEC ができるんですけれど、それをこう、最後商品にするところっていうと、そういう川下の部分のところは、セブンシスターズと言われるようなこうあの石油会社がこう、握っていたと同じような状況で、最終で川下部門っていうところを、まあ、あのモルガンの指示を、あの指示を受けた、まあ、フェデラル成功というのが、圧力をあの抑えてしまうと。でそのためにはどうするかというと、対抗するためにはカーネギー自身が二次圧電部門、に進出しないと、自分のところに作ったその鉄っていうのは売れないという状況が、生まれます。しかしこれがどうなるかといいますと、モルガンの金融的締め付けに関してはモルガン集団と、クンロープ集団の金融界の共同支配、この金融界において、クンロープ集団とえー、二大金融集団であるクンロープ集団とモルガン集団というのが、この時期になると、まあ、手を結んでしまいます。ちょうどこれが、これは次回あの銀行業界のところで、独自にまた分析しますけれども、ちょっとそれを前提にすると、ということはこのクンローププラスモルガン、がバックする、まあ、フェデラル成功対、カーネギーになりますけれども、この二次圧電部門に進出するために莫大な資金量があるんですけれども、端的に言うとこれはモルガン・クーン・ロープ集団っていうのは、貸してくれないわけですね、お金を。なのでこの時期になるとこう、どうするかということなんですけれども、1900年カーネギーは1億ドルの債をポンドで発行します。つまり二次圧電部門に進出するために、投資が必要なんですけれども、クーンロープモルガンはアメリカというかアメリカの金融界っていうのは、まあ、資金調達ができない状況になると。そのために、イギリスで資金調達して、これが1億ドルと。ということになりますね。つまりまあこれはどういうふうに解釈するかといいますと、合解釈ではもうすでに国内市場では大規模な資金調達が不可能であったことを示すということで、まあ、産業と企業の関係でいうと、結局のところこう融資関係というところで、最終的にはこう、究極的にはまあ銀行界、銀行資金、貨幣資本というものが、非常に強力だということになります。で、結果としてこの対決はどうなったかといいますと、まあ、カーネギーがもうゲームから降りてしまうということですね。1901年、カーネギーはモルガン商会にカーネギー製鋼を5億ドルで売却します。そしてできたのがカーネギーとフェデラル製鋼全体をこう、統一する US スチールという、まあ、一社独占、鉄鋼の大独占がまあ成立するということになります。でよくこのカーネギーの伝記っていうのはここら辺この、1900年から1901年ぐらいのプロセスっていうのは結構もう美談的に描いているものが多いように見受けられます。
で、この一応5億ドル、5億ドルで、カーネギーがまあ育てた会社っていうことをこうモルガンに販売、まあ、売却するっていうことに関して、よく言われるのはこうはあのカーネギーが行ったとされることなんですけども、墓場まで財産を持っていくことはできないと、いうのでその今でもこうカーネギーという名前は、いろんなあの音楽界大学、文化さまざまなところでこうカーネギー財団、というのはこの5億ドルをベースにしてこうあのこのモルガンに売却した5億ドルをベースにして、カーネギーの名を冠する、フィランソロフィー的な、諸団体ということがあのあって、まあ、当然文化に文化社会の発展に、貢献してるんでしょうけど、その背景にあるのはこうあの企業間競争、激しい闘争があった上で、まあ、結果としてもカーネギーの判断、カーネギーの判断として、カーネギー自身の判断として、まあ、カーネギー成功の、まあ、モルガンへの売却、それによる、まあ、US スチールの成立というものが、あの、あったということになります。ですね。ちょっとそういう、だから、カーネギーというと、無一文から出発して、それからまあ働き詰めのスコットランド人で、最後はまあ財を成して、社会に貢献するために、まあ、あの財を成して、まあ亡くなったと、そういうまあ美しい物語があるんですけど、その背景にはこうしたあの鉄鋼会社と鉄道会社、そして銀行という関係3分野の関係と、いうようなあのことがあったということですね。ですから、まあ、もしそのこの2点に加えるんで独占の問題に加えるんでしたら、部門間競争と。この視点っていうのが、単に企業論としてなしに、重要になってくる。例えば、今で言うと、テスラの、スペースX ですよね。Facebook はおそらくこう宇宙部門からはには入っていけないんじゃないかと思いますけれども、今熱いこう宇宙衛星ビジネスっていうところで、テスラとアマゾンっていうのがこう、先行しつつあるんじゃないかっていうふうな感じがありますけれども、そこでの宇宙産業での基数自体が、まあ地上産業での、アマゾンとテスラ、の競争関係の変化ということ、これを大きく左右するということが、というようなこのテスラというような自動運転の企業と、まあアマゾンというそのインターネット小売り、インターネット通販の会社がどう競争しているかというと、こういう部門間をめぐるような競争というのが、ガーファテスラ間、ガーファ T、もうガーファ T って言いますね、ガーファ T、の間のこの競争というのはこう部門を超える競争、それぞれのこうやっぱコアとなるようなセクターはあるんですけど、それを超えたこう競争関係というものをこれに埋めていかなくちゃいけないんじゃないかということになりますね。でもちろんまあこうしたこう1900年前後 の最新鋭産業部、最新鋭のこう産業部門であったまあ鉄鋼と鉄道と銀行の関係というのは、まあ、何年も経ってから歴史学者がこう研究してこう分かるようなことで、おそらくまあ今ガーファとそのテスラに関しても、資金調達あるいはその事業部門間のまあ競争が生まれて、おそらくまあ激しい競争があるであろうし、まあ、そこ全てはこうフォローできないと思うんですけれども、だからむしろ、こういうことを見るときにはこう過去 のこちらですね、カーネギーとか19世紀、20世紀初世紀転換期、19世紀から20世紀の世紀転換期、のことをの事例を考えるというのはちょっと上なようにも思うかもしれませんけれども、過去においてこういうことがあったということは、おそらくまあちょっと似た事態っていうのが今宇宙とか、まあ、
この19、20世紀初頭においてやっぱりあの電信とか、鉄道っていうのは今のこう自動運転とか宇宙と同じような感覚だったのかもしれませんよねというふうな気がするんですけれども、そういうところでのこうあのガーファとそのテスラ の, こうあの本当の意味での競争関係っていうのは本で私ちょっと調べた限りでそんなにこう見えてこなかった感じがするんですよね。まあ、あの先ほど言ったそのガーファすごい、ガーファすごい論みたいな、ガーファがこんなにすごいみたいな本は結構たくさんあるんですけれども、あるいはまあガーファって実は中でこんなに悪いことしてるっていうそういう本もあるんですが、その中間のこう本当にどう競争してるのかっていうのはあんまりこう見えてこないですし、まあできるだけあの分かったことについては皆さんにあのお伝えしたいと思うんですけれども、そんなに従前にはあのいかないと思うんですが、ちょっと過去の問題を考える中、過去の事例を考える中で、軽視ですね、軽視的なスタディを考える中で、まあそういうヒントをこうできるだけこうあの現代の問題に適用していきたいと思っております。ね、あ、皆さんにとってはじゃあ、 あの起業できたらアメリカ企業で、今日紹介したようなあのフーバーズで、調べるような企業をあのちょっと調べてみてください。今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。